タイガー・ウッズ、エルドリック・タイガー・ウッズ、エルドリック・タイガー・ウッズ、1975年12月30日イ、は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サイプレス出身のプロゴルファー。身長188センチメートル、体重84キログラム。歴代2位のメジャー選手権、優勝15回、史上2人目のトリプルグランドスラム達成。 生涯獲得賞金額1億ドルを突破し、歴代1位。ホーブスのアメリカで最も裕福なセレブリティにて、ジェームズ・パタースンと同率の9位に選ばれた、アメリカ史上最も成功した現役で活躍するスポーツ選手である。1975年12月30日、アメリカ・カリフォルニア州サイプレスに生まれる。父親 R は黒人の米陸軍特殊部隊。 グリーンベレーの退役軍人で、母親クンティダーは、佳系タイ人である。スクラッチプレイヤーでもあった父親 R、ウッズの手ほどきを受け、生後9ヶ月からゴルフを始めた。2歳の頃には、南カリフォルニアで著名な幼児ゴルファーとなり、4歳になるとスコージが、南カリフォルニアジュニアゴルフ協会に、加盟、すぐに、10歳以下クラスの9ホールの試合で10歳以上を派。 8歳で70代のスコアが出せるようになった。13歳で全国規模のトーナメントに初出場。当時はまだ無名のジョン・デイリーと同組で、ラウンド、結局1打差で敗れはしたものの、残り4ホール時点では2打リードする実力を持っていた。この間、技術面で4歳の時から、ゴルフインストラクターのルーディ、デューラン、ルーディ・ズランの指導を受け、 10歳から17歳までは、ジョン・アンセルも、ジョン・アンセルもに支持した。名門スタンフォード大学に進む。1992年、日産オープンで PGA ツアー大会に初出場。アマチュア時代に、全米ジュニアアマチュア選手権、全米アマチュア選手権にそれぞれ全人未踏の三加を達成。タイガーズドリップルと呼ばれる。 1995年マスターズトーナメント初出場。予選を通過し、第3ラウンドを日本の尾崎正史選手と同組で回る。1996年大学を2年で中退し、8月27日にプロ転校。10月にいきなり2勝を挙げ、世界ランキング33位に躍進。12月30日、21歳の誕生日に、 エルドリック・タイガー・ウッズに正式に改名する。1997年4月13日、史上最年少の21歳3ヶ月でマスターズ初、優勝。その後、わずか10ヶ月余りでマスターズを含む7大会で、優勝、6月に初の世界ランキング1位になる。21歳にして、PGA ツアーの史上最年少賞金王に輝いた。 1998年11月にカシオワールドオープンで日本ツアー初出場。15位に終わる。1999年8月15日、PGA 選手権で初優勝。メジャー2冠を獲得する。2000年全米オープンから2001年マスターズまでメジャー大会4連覇を達成。メジャー競技で優勝したアフリカ系アメリカ人選手はウッズが最初である。 初来日は、エキシビジションのタイガー・ウッズ・インビテーショナルで、その際には、テレビ番組、笑っていいとも、にも生出演した。大会には、著名人、プロゴルファーなどが参加した。ところジョージからは、エア・ジョーダンをリメイクした、ゴルフシューズがウッズに、プレゼントされた。2000年全米オープン、全英オープン、全米プロゴルフ選手権で、 メジャー大会連続優勝記録会3連覇。これは1953年の弁法ン,ン以来47年ぶりの快挙。PGA ツアーで自己最高の年間9勝を記録。第1回、ローレウススポーツ賞の男子最優秀選手賞など多数のスポーツ賞を受賞する。前年8月末の NEC 招待選手権から年2月の AT&T Pebble Beach National 選手権まで PGA ツアー出場大会連続優勝記録6を達成。2001年4月8日、マスターズで4年ぶり2度目の優勝。メジャー大会4連覇を達成するが2年にまたがる記録であるためタイガースラムと呼ばれた。11月15日から18日に日本の太平洋クラブ5点場コース 静岡県御殿場市で開催された世界ゴルフ選手権の EMC ワールドカップにデビッド・デュバルトのコンビで出場。この来日を機械、ウッズの公式サイトが日本語版で読めるようになった。2002年マスターズと全米オープンで優勝。マスターズでの大会連覇は1989年 &1990 年の大会を連覇したニックファルド以来12年ぶり。 大会史上3人目となる11月にダンロップフェニックストーナメントで4年ぶり2度目の日本ツアー出場2003年世界ゴルフ選手権のアクセンチュアマッチプレイ選手権で初優勝2004年アクセンチュアマッチプレイ選手権に連覇9月7日それまで264週連続で守った世界ランキング1位の座を41歳の美シンに 譲る。10月5日に、スウェーデン人元モデルのエリン・ナルデグレンと結婚。11月に、ダンロップ・フェニックストーナメントに2年ぶり2度目の出場。日本ツアー初優勝を完全優勝で飾る。2005年マスターズで4度目、全英オープンで2度目の優勝。全英オープン優勝により、ダブルグランドスラムを達成する。11月の、ダンロップ・フェニックストーナメントで、 横岡なめとのプレイオ,オフ4ホールを制して大会2連覇。5月第2週のバイロン・レルソンクラシックで予選落ちを喫し、連続予選通過の歴代1位記録が142で止まる不運もあった。2006年5月3日、父親アールが前立腺癌のため74歳で死去。6月の全米オープンで予選落ちを喫し、 プロ転向後1997年のマスターズ以来、続けてきたメジャー大会の連続予選通過記録が37止まった。7月23日、全英オープンで2年連続3度目の優勝。全英オープンでの大会連覇は、1982年 &1983 年の大会を連覇したトム・ワトソン以来23年ぶりとなる。 8月6日のビュイックオープン優勝により30歳7ヶ月で PGA ツアー通算50勝を達成。8月20日全米プロゴルフ選手権で6年無事3度目の優勝。メジャー大会12勝目を挙げ、ウォルター・ヘーゲンを抜いて単独2位になった。2007年アクセンチュアマッチプレイ選手権3回戦でニック・オハーン、オーストラリアに敗れ。 前年の全英オープンからの連勝はなので止まったが、事故の持つ、PGA ツアー出場大会連続優勝記録は更新。6月18日に第一子の長女が誕生。7月、自ら主催者となった公式戦 AT&T ナショナルを開催する。8月の全米プロゴルフ選手権で2年連続4度目の優勝。 この年から始まったフェデックスカッププレイオフ第3戦の BMW 選手権でツアー60勝目を達成し、フェデックスカップの初代王者になる。2008年アクセンチュアマッチプレイ選手権で4年ぶり3度目の優勝。マスターズ2位の直後、2007年の全英オープン前から痛めていた左膝の手術を行う。復帰戦となった全米オープンで6個ミーディエートとの死闘。 72ホールプラス18ホールのプレイオフプラス1ホールのサドイコール計91ホールを制し32歳6ヶ月でトリプルグランドスラムを制。これで PGA ツアー優勝回数も65勝になりベンホーガンを抜いて単独3位になる。その後左膝の再手術に踏み切り残りの試合をすべて欠場することになった。2009年2月8日に 第二子の長男が誕生。アクセンチュアマッチプレイ選手権で8ヶ月ぶりにツアー復帰し、3月末のアーノルド・パーマーインビテーショナルで優勝。7月の全英オープンで予選落ちし、彼にとっては2006年全米オープン以来3年ぶり、プロ生活5度目の予選落ちとなったが、その2週間後のビュイックオープン、3週間後の WGC ブリジストンインビテーショナルで連続優勝を、 飾り、PGA ツアー通算、78を達成。その翌週の全米プロゴルフ選手権では2位に終わり5年不利のメジャー無冠となるとともに、過去のメジャーで3日目の時点で首位に立っていた場合の、勝率は100%だったが、初めて勝利を逃す結果になった。2009年11月、不倫が発覚し、妻から車で逃げる途中に交通事故を起こして、負傷した。以後、 無期限のツアー欠場を表明した。フリースキャンダルによりツアーを欠場していたが、2010年マスターズより復帰することを2010年3月16日、アメリカ時間自身のホームページで表明。2012年、スキャンダル以降長らく勝利から遠ざかってきたが、PGA ツアーのアーノルド・パーマー招待で復活優勝を果たした。自身の財団が主催する。 AT&T ナショナルで優勝し、PGA ツアー通算4勝ちを達成。PGA ツアー優勝回数で、ジャックニクラスを抜いて、単独2位になる。そして9月には、史上初の生涯獲得賞金1億ドル突破を果たした。2013年プレイヤーズ選手権で優勝するが、その後腰の怪我で離脱。2014年にはついにマスターズの欠場を決断する。 その後7月の全英オープンで復帰するも危険も多くなり2015年2月のフェニックスオープンで自己最悪の82を喫し再開で予選落ちさらに翌週のファーマーアッツインシュランスオープンでも棄権したワールドゴルフランキングは674位にまで進化した2017年には投薬の影響で職務質問中にロレツが回らなくなるなど 運転マナー違反として逮捕されていた。2018年から競技に正式復帰し、バルスパー選手権で2位、プレイヤーズ選手権では11位と大健闘、全英オープンではライバルが次々と脱落する中6位と完全復活を印象付けた。その後、全米プロゴルフ選手権はトップと2打差の2位にまで迫り、ワールドゴルフランキングを26位まで戻した。9月24日には、 ツアー選手権で5年ぶりの優勝を遂げ、ワールドゴルフランキングを13位まで戻した。2019年のマスターズで2005年大会以来14年ぶり5度目の優勝、米ツアー通算81勝目を挙げた。これで、ワールドゴルフランキングは6位になり、5年ぶりのトップ10入りを果たした。ウィリアムヒルを含めた各社ブックメーカーの優勝オッズも、前世紀並みの1桁まで戻している。 常にトップクラスの飛距離や高い GIR、数々の神がかり的なロングパッドを沈めてきたパッティング等、無敵とも思える強さは30代を迎えて、すぐの不調時でさえ他の選手に対し精神的な重圧を与え続けるほどの名選手である。現在パターは長年使用していたスコッティ・キャメロン・ニューポートにから、現在は ナイキメッソド001プロトタイプを使用しているが、グリップはアマチュア時代から使用している PNG パターグリップピストルである。契約上の問題からロゴをマジックで塗りつぶしてプレイをしている。なおこのグリップをウッズがツアーで使用していたのが話題になり、それがきっかけでピング社からロゴが黒く塗りつぶされたブラックアウトが発売された。トーナメントの最終日に、 赤系のシャツを着る姿が有名だが、これは赤が彼のラッキーカラーであるためであり、母親クルティダの勧めで始めた習慣である。現時点では通算15勝、単独2位につけている。マスターズ5勝は大会歴代2位。全米プロ4勝は大会歴代3位イ。2005年の全英オープンにて全てのメジャー大会に2勝を挙げるダブルグラドスラムを達成。 これは、ジャック・ニクラス以来二人目の偉業となり、先人、ニクラスの31歳7ヶ月よりも若い、29歳6ヶ月での達成となった。2008年の全米オープンで、すべてのメジャー大会に参照を上げる、トリプルグランドスラムを32歳6ヶ月で達成。これも、先人、ニクラスの38歳を大幅に更新した。イコールローイコール出場せず、 WD イコール怪我で事態カットイコール、ハーカット T イコールタイ緑は優勝。黄色はトップ10入り。タイガーの家系は、父親はアフリカ系アメリカ人1、2、中国人とネイティブアメリカンが1、4ずつであり、母親はタイ人が1、2、中国人とオランダ人が1、4ずつの血を引いている。つまり、タイガー自身は中国系、タイ系。 アフリカ系が1、4ずつ、ネイティブアメリカンとオランダ系が1、8ずつである。世間での認識とは異なり、アフリカ系の地は1、4しかない。それに対しアジア系を合計すれば1、2、モンゴロイドを合計すれば5、8であり、彼自身はアジア系と自称することもある。自身では人種的ルーツについてほとんど語らなかった彼だが、 プロ転向後契約したナイキの CM、ハローワールドに出演し、その、この国、アメリカには、肌の色のため僕がラウンドできない子がある。プロになった僕に対する、準備はできているかい,いという内容が、全米に衝撃を与えた。幼少期より、仏教徒として育てられている。タイガーというニックネームは、タイガーの異名を持っていたグエンティ・ホンム大佐。 ウィンティー本に由来する。彼は南ベトナム軍の将校でタイガーストライプの迷彩服を好んで着ていたことからタイガーと呼ばれていた。ベトナム戦争で MIA 戦闘中行方不明となった彼に対する生還の期待と再会のみという願いを息子の名前に託したいとの思いをアールが込めたという。1996年12月30日の21歳の 誕生日を機に解明申請を行い、タイガーを正式なミドルネームとした。1996年に全米の子どもたちの健康、教育、公共の福祉を改善するコミュニティ活動事業をサポートするため父のアール・ウッズ氏と非営利公益法人タイガー・ウッズファウンデーションをカリフォルニア州アーバインに設立する。 2009年11月27日午前2時頃、自動車事故を起こし負傷、自身が主催する大会への出場が取り留めとなった。事故自体は、不注意運転として164ドルの反則ギップを切ったのみで集結したが、夫人が説明した、夫を助けるためにゴルフクラブで窓を叩き割ったとの事故の経緯に不自然な点があったため様々な憶測が飛び交い、 複数の女性との愛人疑惑が報道される事態となり、自身のホームページで家族への謝罪声明を掲載するまでに至った。この一連の騒動が原因で無期限の休止を宣言、アクセンチュアや P&G、AT&T をはじめとする多くのスポンサー契約も解消となりました。2010年2月19日にはフロリダ州 TPC ーグラスのクラブハウスで 取材陣をシャットアウトした上で、謝罪会見が行われ、複数の女性との不倫を認めたことや、性依存症と診断されセラピーを受けていることなどを告白している。2010年8月23日には、自身のホームページで妻と離婚したことを明らかにした。子供二人の親権は、双方が持つという。2017年5月29日午前3時ごろ。 米フロリダ州ジュピターで飲酒、または薬物の影響下で運転した疑いで逮捕された。フリー騒動でタイガーウッズの主要スポンサー企業の株主価値が最大120億ドル、約2.3%損なわれた可能性があるとの調査結果が発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。